タイはアジア屈指の観光立国で世界中から人が集まってきますが、まあ、それでも訪れる国にはですね、いろいろと国籍に特徴があるわけですね。来年は日本でも東京オリンピック、世界中から人が集まりますけれども、まあ、果たして日本におられる皆さんはですね、どんな国からですね、いっぱい人が来てほしいななんて思われるんでしょうか。はい、タイ楽の元です。ここのところタイ経済が鈍化してると伸びとしてですね、大幅な落ち込みということではなさそうなんですが、全体的に伸びが鈍化してるということみたいなんですね。例えば自動車産業、それからハードディスク、集積回路、あるいは農業と、どれもその伸びとして一桁台のパーセンテージにとどまったり、あるいはその逆で一桁台の落ち込みがあると、いうようなことが、言われてますね。それでまあ、タイは屈指の観光立国ですから、GDP でも 20% も占めてるということもあるようでですね、まあ、この観光をですね、何としてもまあ死守したいというところはあると思うんですが、ただここのところですね、今までは、まあ、圧倒的に多いのが、まあ、1000万人を超えた中国、それからあとは韓国とかですね、いうところからの、人のですね、訪れもちょっと鈍化してると、ここ来てですね、まあ、それも先ほど言ったようなですね、その他の工業とか、農業なんかと同じようにですね、一桁台にとどまってる、あるいは 0.数%台という伸びらしいんですね。まずは今年1月から6月までですね、上半期、タイに訪れた外国人は1960万人で、それでもやっぱり 0.7% 前年比で増えてると、いうことですね。でそのうちですね、中国人観光客が1月から5月の間で481万人、昨年の503万人よりは少し減ったよということではあるんですが、それでも、480万人ですから、まあこれを2倍してもですね、1000万近くいるわけですよね。まあこんなような状況で、ただそれでもやっぱりどんどんこれは今後は落ち込んでいく傾向じゃなかろうかなということで、もう一つは韓国。韓国については今ですね、ベトナムの方にこうシフトされてるよと。いうことのようなんですよね。まあ、これに一つにはですね、タイのバーツ高、タイの通貨のですね、まあ、これがあるよと。ですからまあ安いですね、ベトナムの方にみんな行ってると、いうことがあるようです。まあ、ベトナムの方がまあ距離的にもまあ若干近いですしね、行きやすいということだと思うんですけども、まあ、そんなような状況の中でですね、かつてというか、まあ、今でもつい最近までそうだったんですが、まあ、どこ行っても中国からの観光客だらけだったんですね、タイは。例えばですね、数年前、4、5年前なんかですね、ちょうど私が日本からのお客さんをですね、ワップラケオの方にお連れした時ですね、もうすごかったですよ。要はそこのお客さんというか、まあ、日本から来た人はですね、まあ、タイの情緒あるですね、お寺を見てみたいなと、いうことでですね、でタイで一番有名のバンコクでですね、一番有名なお寺はどこなのって言ったら、やっぱり、ワッパケオになるのかなと、まあ、総本山というかですね、いう方位置づけになりますから、まあ、ワッポーとかいろいろありますけれども、他にもですね、周辺ですね、要は、でワッパケオの方にお連れしたんですけども、もうすごかったですね。団体でですね、もう団体というかもう全部ですよね。寺院の中、もう一体が本当にもう中国語しか聞こえてこないような状況で、ツアーガイドも中国語でバンバンやってると。で、その中国人がどうのこうのとかっていうことではなくてですね、その、なんて言うんでしょう。まず日本人がほとんど見当たらなかったっていうのは、まあ、埋もれちゃってたんだと思うんですね。それから欧米人もいない。で、中国人だけがもう辺りいっぱいにいるという状況の中でですね、やっぱりこの、なんていうか、その日本人のお客さんが期待したですね、その、南国の南方のですね、静かな、その、エキゾチックなオリエンタルなですね、その寺院の風景とはちょっと程遠い状況だったと
いうことでがっかりしちゃったなと、まあ私も申し訳ないことしたなということでですね、そんなようなちょっと苦い思い出があるんですね。まあそれだけいっぱい来てるということなんですよ。ただしここ数年ですね、めっきり 見なくなりましたね。めっきりっていうかですね、まあ確かに、いるはいるんですよ、ですけどもほんと少なくなりましたね。で、あの一時はですね、あのうちの近所にですね、まあ、日本から来る人をですね、あの泊めるですね、ホテルなんかもですね、あの中国人専用にですね別棟を建てて、そこに朝の朝食なんかはですね、そっちの方に行ってくださいと、朝のビュッフェや中国の団体の人はと、そんなような棟もあったんですが、最近、今年はですね、そういうのが見られなく なりましたね。あのその建屋は もちろん現存するんですが、あのまあみんな一緒に食べてたと、 そんなにわわわわいなかったと、いうことでですね、減ってきたと。まあこれ一つにはですね、パタヤでですねちょっと水難事故があったんですね。船が転覆したと、中国人観光客を乗せたですね、いうことがあったんですね。でこれはですね、中国人ツアーによる中国人の船による観光でですね、その上での転覆事故と、いうことでですね、タイの副首相がですね、まあ、これタイが悪いわけじゃないでしょということをちょっと発言しちゃったんですよ。そしたらもうえらい非難食らってですね、まあ、あのちょっとあの訂正謝罪して、で、まあ、賠償金も、たくさん払ったと、いう経緯があるんですが、まあ、それ以降ですね、一説にはそれ以降減ったとも言われてますね。タイに来る中国人の観光客が減った一つの要因には、やっぱり先ほどの水難事故っていうのがあるとは思うんですけども、やっぱり経済的にもですね、中国も落ち込んでるよと、ご多分に漏れずというか、まあ、世界的にですね、まあそんなような状況がある中で、まあちょっとね、私なんかね申し訳ないですけど、ちょっと静かになっていいなということはあるんですけどね、まあ、タイにおいてはですよ。あのやっぱりですね、その国に、日本でも同じだと思うんですが、その国にいてですね、あまりにもですね、別の国の人がですね、どこ行ってももう退去しているっていう状況は、やっぱりちょっとですね、精神的なストレスがありますよ。バランスっていうものがやっぱり人間ってあると思うんですよね。その国にいてですね、あまりにもその人口バランスがですね、その崩れるっていうのはやっぱり良くないと思うんですね。ただしあのタイにとってはですね、この中国人観光客っていうのはもうやっぱり死守したいところではあるという実情もあるわけです。 GDP の 20% を占めてるわけですからね、観光で。ですから、まあそこで中国の1000万人というのがガクンと減りますと、これまた大変なことになるわけですよ。それでもう一つはですね、あのロシア、これもですね、ロシア人もですね、あの10年ほどぐらい前はですね、ものすごくたくさんいたんですよ。特にはパタヤ、でパタヤのビーチ行きますとですね、どこ見てもロシア人だらけだったんですよ、一時は。でこれにはまあ、あのいろいろとね、ロシア、あの当時あの好景気に沸いてた時期でもありますし、それでその好景気に沸いてる時期に合わせて観光業者なんかもおそらくタイツアーっていうのをですね、プッシュして組んだんだと思うんですよね、宣伝でですね。でまあ比較的安いし、まあ南国でですね、太陽もあると、で自由な感じがすると、で海もあると、パタヤはですね、まあそんなところでですね、北欧とかですね、欧米人とかですね、こういう寒い国の人たちにとってはですね、まあバッチリなんですよね。ただこの当時ですね、私はちょっとある、ことがありましてですね、あの知人の弁護士のところに行ったりしたんですね。あのそれもパタヤにあるタイ人の弁護士の人のところ行きましてですね、あとはもう一人はアメリカ系タイ人の弁護士の人ですかね、ちょっと別件で行ってたんですね。その時に聞いた話にもよりますが、まあやっぱりロシアの人たちもですね、どうもですね、タイ人の風土に合わないよと、いうこともあったんですね。やっぱりちょっとマナー文化が違うし、声も大きいし、やはり。で、こう、態度もですね、ちょっとやっぱりラフなんですよね。なのでですね、その時結構評判落としてる部分もあったんですね。私なんかもですね、結構、
パタヤビーチなんかですね、座ってて家族でですね見てましたけども、なんというか結構ですね、やりたい放題な感じ、まあやりたい放題って言ったって別にその変な暴れ回るとかですね、そういうことではない、そういう事件も確かにありましたが、夜なんかですね酔っ払ってですね、ただまあ普段はそういうことはほとんどなかったと。ただまあちょっとねやっぱり異質でしたね。で私なんかパタヤビーチなんか座ってましてもですね、私その当時ですね、まあ髪の毛はですね、まあ今でもそんなにふさふさな方ではありませんが、髪の毛をですねもうゴブ狩りのようにしてた時期があったんですね。まあそれちょっとねあんまり柄がよろしくないんでやめろとうちの人に言われまして、今無理やりでもこう髪生やしてますけどただですね、その当時まあ坊主頭でですね、でビーチにいましたら、ロシアから来たですね若い男女 のグループから話しかけられましたね。そのうちの一人から女性でしたけども、まあその人が英語できたんでしょう。で私はタイでよくね砂浜で食べるですねエビ焼きを食べてたんですよ、頼んで砂浜で。もう私あれエビ焼きが大好きでですね、辛いですねタイのですねシーフードソースにつけてで殻を剥きながら食べるわけですよね、私大好きでですね。でそれ食べてましたらですね、そのロシア人女性から それ何食べてんですかと。でこれそれ何食べてんですかっつったってですね、別にこれどう見てもエビなわけなんですけども、いやエビですって言ったらですね、あエビですかはあというまあちょっとそうした会話がありましてね、であなたロシア人って言われましたね。私やっぱり坊主頭でですね、でまあこの辺はちょっとねいろいろね北方領土の問題とかいろいろありますから、また話が脱線しちゃいますんで言いませんが、まあこういう日系人の顔なんかも多いわけですよね、ロシアの中にもですね、ですからまあそういう人たちと間違われたのかもしれないですね。同じロシアから来たタイに来た観光客のような感じでですね、ロシア人って言われた時はびっくりしましたね。私人生の中でもですねロシア人に間違えられるってことはありませんね。それがもう後にも多分先にもそれ一回こっきりだと思うんですけど、例えば中国人に間違えるとかですね、韓国人に間違えられるとかですね、タイにおいてはタイ人に間違えられるということはまあしばしばたびたびありますけれども、ただですねロシア人というのは間違えられることはなかったので、まあそれだけたくさんタイに来てるロシア人が多かったと、そういう状況があったということだと思うんですよね。ロシア人にロシア人と間違えられるわけですから。まあそこまでいたロシア人もいつしかですねさっと潮が引くように消えましたね。まあ潮が引くように消えたというかですね、まあそもそもロシアの人たちっていうのはですね、他の何て言うんでしょう、中国とか韓国とかですねと違ってですね、団体行動はあまり取らないように私は見えましたけどもね。確かにですから目立たないっていうのはあると思うんですよ。同じバス観光バスにドーンと乗りつけてですね、100人200人の団体が一気に浜辺に出てくると、で終わったらまたバスに乗って今度は同じレストランに一気にご飯を食べに行くと、そういうような行動はしてなくて、まあ点で、まあ、同じツアーで来てたとしてもですね、日中夜間を含めて行動はそれぞれバラバラだったように、そんなように旗から見てて思いましたので、目立たないっていうのはあるんですが、それにしてもちょっと減りましたね。ですからまあそういうことでですね、まあ、ロシアの観光客も減ってしまったよと。今どこ行ったんですかねロシアの人たちはね。日本に増えてるんでしょうかロシアの観光客、どうなんですか。でまあそんなことがある中でですね、さてタイはやっぱり何度も言うように観光立国でもありますし、 GDP の 20% を占めてるんで絶対落とせないわけですねここは。そんな中で白羽の矢が立ったのはインド。まあ最もインドからタイっていうのはですね、アンダマン海をこう渡りましてひとっ飛びっていう感じの位置にありますね。まあ5時間ぐらいかかるんでしたか飛行機で確か。ですけどもこう来やすいっていうのもあると思うんですね。
ちょうどインドから見ると一番最初の東の国って感じなんでじゃないでしょうか。それで、タイにもですね、インドからの移住者というのもたくさんいるわけですよね。インド人街なんていうのもありますしね、あのバンコクにもですね。で、インド商人っていうのもタイで一つのその何て言うんでしょう、コミュニティっていうかですね、一つの社会を築いてますからね。ただそれとは別に、本来のインドの本国からの観光客をですね、今後はタイも狙っていこうということがあるわけですよね。ここにもちょっと記事が書いてありますけれども、今現在はですね、日本人はですね、30日間のビザ免除ということはありますよね、観光で。それから中国とか韓国についてもですね、14日間の、観光ビザ免除ということがありますよね。で、今後はですね、インドについてもこれをやっていこうということなんですね。ですから要は韓国とかですね、中国と同列にですね、インドの人いっぱい来てくださいよと、もっと来てくださいよと言った方がいいんでしょうかな。というのはですね、もうすでにたくさん来てます、インドの人は。例えばですね、どこと言ったら良いでしょうか。そうですね、一つ目はですね、この動画でもご紹介してると思うんですが、あの観光シリーズでですね、あのパタヤのですね、ノンヌクっていうですね、あの一つの大きなですね、テーマパークといいますかですね、ゾウさんがたくさんいるテーマパークなんですけども、あとはトラなんかもいたりですね、あとは大きなその劇場がありまして、そこでショーがあるんですね、タイの、民族舞踊とかですね、それから、いろんなショーがあるわけですよ。そこに何か行くとですね、ものすごくたくさんいます、インドの人が。あとはですね、そうですね、サファリバードなんかでもですね、イルカショーなんかあるんですが、もう、ショーの始まりでですね、前説っていうわけじゃないんですけども、司会者がですね、ショーの前に盛り上げるわけですけども、その時にですね、おそらくインドですごい流行った有名な曲だと思うんですが、そのポップスというかですね、それを流すわけですよ。そうするともう一気にですね、インド人の観光客が一斉に立ち上がってですね、踊り出すんですけども、それもやっぱりですね、見ると見渡す限りインドだったなんていう、そういう回もありますね、日もですね。ですからたくさん来てますけれども、ただまだまだですね、これではまだまだだと、タイとしてはですね、もっといっぱい来てくれよという話だと思うんですよね。そうですね、インドの人、これからそういった意味でですね、もしこれから中国人がですね、どん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 タイからいなくなると、韓国人がいなくなるという中でですね、インド人がもうちょっと来てよと、増えてよということになってくるんじゃないかと思いますね。日本人はもう安定の日本人じゃないですか、そんなに多くないですし、工業とかですね、会社とかですね、もう要はビジネス関係でですね、いろいろと仕事に来られてる、駐在されてると、その家族も来てるという人たちはたくさんいると思うんですけれども、で、加えて、観光の人もですね、定期的に、安定の人気の場所なんじゃないでしょうか。ですから、爆発的にですね、どこ行っても日本人しか見当たらないみたいな場所は今やもうタイでもありませんし、世界中どこでもそうなんじゃないでしょうか。あちらこちらに行きますからね。そんなようなことでですね、本題になります。すみません、前置きが非常にいつもそうなんですが、私の悪い癖でですね、前置きが非常に長くなっちゃいますね。で、今回の本題なんですけども、タイではですね、以前他の動画でもお話ししてますが、タイではですね、外国人料金っていうのがあるんですね。で、これは私は正直言ってですね、あんまり気持ちのいいものではないよと。例えばですね、どこでしょうね、いろんなその全てですね、例えば遊園地とかですね、動物園とか、そういう観光施設、あるいは国のですね、国立公園とかです。国立公園どうだったか、そうですね、国立公園のに準ずるようなところも全てそうですね。サメット島なんか入るときもそうですね。サメット島入るときは、やはり、入島っていうことでですね、検問があって、そこで、料金を払って入ったりしますけれどもね。どこでもそうなわけですよ。外国で、外国人料金というのは大体タイ人のですね、2倍であったりですね、3倍まで行くのかな、あんまり行かないとは思うんですが、私なんかですね、こちらに住んでますし、タイで税金を払っててですね、ワークパーミットもあって、タイの免許も持ってると、
いうことで、まあ、そういうものを見せれば提示すればですね、あのタイ人の料金で同じく、まあ、取れるわけなんですけれども、ただ普通ちょっとあんまりいいものではないですよね。例えば、こちらにいる人がですよ、例えば学生さんとしましょうか。でね、留学生かなんかね、タイ人の友達と一緒に遊園地に遊びに行った時ですね、A 君 B 君 C 君がタイ人で D 君が日本人だとして、 D 君だけ、君だけ2倍、みんなね500バーツ払ってるのに、君だけ倍の1000バーツだってって言われたらなんかがっかりしますよね。ですからそんなようなことは以前の他の動画でも私お話ししたことがあるんですけども、ここに来てですね、まあ、観光立国観光誘致ということでではないかと思われるんですが、外国人料金を廃止しようかなということをですね、観光大臣が、発言したようなんですね。この大臣の発言の中では、こういう歴史的な遺跡の場所でのことについて言ってるわけですね。私先ほど言ったのは、まあいろいろ遊園地なんかもそうですよとかって、言いましたけど、この外国人料金を撤廃しようとするべきじゃないかななんて言ってるのは、そこでこの遺跡についてだけですね。まあこういう遺跡の場所ではですね、外国人料金はふさわしくないですよと。なおタイでは観光地だけではなく、病院やゴルフ場にも外国人料金が設定されている場合があるようで、過去には外国人料金に対する批判も起こっていますと。そうですね。それで言うとですね、この間私上げた動画もそうですよね。外国人がですね、イサンの方に住んでるらっしゃる外国人ですね。この人が病院行ってですね、外国人料金取られてえらい怒ってですね、訴えたと、いうこともありましたよね。まあ、タイの医療制度ではですね、外国人料金診察料っていうのは設けてないので、正当な主張だということだったんですけどね。まあこんなようなことがあるんで、これはですね、実現してもらった方がいいですよね。またこれはですね、やっぱりタイのイメージがですね、ここは私良くないと思うんですよ。やっぱり外国人から取ってやろうっていうような感じに見えますしね、傍から見るとですね。それから何て言うんでしょう、外国人に甘えてるようにも見えちゃうんですよね。例えば逆に行くと、タイの人がですね、まあ世界中、特に今日本ブームっていうのはずっと長年続いてますよね、観光で。だけど日本行って外国人料金ってあまりありませんよね。ないはずだと思ったんですけど、もしあったらちょっと違う話になっちゃいますけど、どうなんでしょうか。日本であまり外国人料金ってないと思いましたが、まあそういうのを見てですね、タイの人たちもですね、いろいろ考えてほしいんですよね。まあこれはもしかしたらね、こういう発言があったんで、これのどっかでもしフェイスブックかなんか上がってればですね、私もちょっと賛同のコメントなんかタイ語でちょっと入れようかと思いますけれども、そうですね、まあ、こういうことを含めてですね、今後そのタイはですね、外国人誘致をどんどんやってきますよということですね。それでまあ中国とか韓国の人たちは減ってくるよと、いうことなんですね。その代わりインドの人がこれからどんどん増えてくるかもしれませんよと、観光としてですね。でこの傾向というのはですね、日本でももしかしたら今後また似たような感じになってくるのかもしれませんよね。なんでかというと、例えば中国人の観光客もですね、行き先としてですね、第1位がタイらしいんですよ。中国人にとっての海外旅行の第1位がタイで、今まだ第2位が日本らしいんですよね。ですからまあそんなようなこともあるらしくてですね、傾向としては似てますよね。まあそんなことでですね、中国人といえば特にタイとか日本ではですね、爆買いなんて言われてですね、どこでもその見ましたよね。で特にですね、その何て言うんでしょう、確かにですね、中国人結構金払いはいいなんて言われてるんですよね、タイでも。マナーはですね、大きな声があったりですね、あるいは禁煙の場所でタバコ吸わせろと言われたりですね、飲食ダメなところでですね、お酒飲ませろと言ったりですね、結構そんなようなことがあってですね、困ってるよという声もある一方で、ただ金払いはいいと、チップもえらい弾むと、人によってはですね、まあ、全部が全部そうとは言いません。
ただそんなような傾向が目立つということらしいんですね、商売人の人たちから言わせるとですね。ですからあながちですね、その邪険にもできないという状況があったようなんですが、ただ今後今横ばいでちょっと減りつつあるという中ではですね、まあ、あまり観光立国タイとしてもですね、依存ばかりはしていられないと、甘えてもいられないということでですね、まあ、今後インドとかですね、またその他第三カ国のですね、からの誘致をまあいろいろ考えてるんでしょうね、まあ、そんなようなニュースを今日はお伝えしました。はい、それでは今日の動画はこの辺で、チャンネル登録よろしくお願いします。それから動画へのコメント、また評価ボタンもぜひお待ちしております。またツイッター、フェイスブックもやっておりまして、こちらの方ではですね、動画のご紹介、またタイのニュースやですね、レアなタイの生活情報なんかもシェアしてますので、ぜひ見に来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。